こんにちは、マリーです。はい、今回ですね、プリパラの配列結果をしていこうと思います。で、今ですね、また自分家で買ったリンクを開放しっぱなしなので、飛んできたら申し訳ございません。ということで、今回ドリシアを1回と毎月のプリパラ普通のライブの方を7回やってきましたので、そちらの配列結果をしていきたいと思います。まずはじゃあライブの方からやっていきたいと思います。今日ね、リビングでまた撮っております。はい、見えない。最近カメラのピントが合いませんはい、まず配置されたのはゴールドブルーヘアアクセですね。こちらソロソフトです。かわいいで、次がハイビスカスサマーパレード、サマーパレードですね。で、こちらはまつりかちゃんとことのはちゃんと共演させていただきました。ありがとうございます。はい、では次ウリちゃんですね。はい、イテツザルビーヘアアクセ、こちら持ってなかったので嬉しかったですね。で、次がソフィークラゲシューズ、共演させていただいた方はピンフさんとゆずのさんですね。ありがとうございます。はい、で、こちら新しいサブです。ゆるちゃんですねで、クラシックガールワンピを配出されました。で、こちらね、次髪型連続購入で髪型を変えましたね。で、ちょっと友知系は後で紹介させていただきます。で、こちらミステリートゥインクルリボンサイリウムワンピ、こちらね、ソラミスマイルとドレッシングパフェのシオンちゃんのミステリーは持ってなかったので本当に嬉しかったですね。で、こちらエリアちゃんですね。サマーマリンカジュアルサンダルが配出されましたので、こちら サマーマリンの方はコーディが揃いました。あとはヘアアクセですね。はい、では次は友知系を紹介していきたいと思います。見えないかな。はい、こちらスーパーサイリウムコーデを着たマリーちゃん、こっちを行っていこうか。はい、で、スーパーサイリウムトライアングルコーデを着たマリーちゃん、で、次からウリちゃんですね。後ろの方に置かれます。はい、スーパーサイリウムシオンコーデを着たウリちゃん、で、ヴァンパイアローズコーデを着たウリちゃん、で、こちらエルちゃんですね。最初は黒髪と、ピンクのフレッシュかパッチリだったような気がします。多分パッチリでマリーちゃんと同じです。で、こちらサインも作ってみました。こちらスーパーサイリウムドルシーコーデを着たエルちゃん、で、こちら髪型変えてみかんちゃんの、髪型にしてみました。で、こちらなんですが、アイカラーを間違えてしまって、こちら今ね、アプリコットドールになっております。はい、で、最後がスーパーサイリウムシオンコーデを着たエルちゃんですね。こちらソロショットすごく大きく写ってます。見えなくなっちゃったんですが申し訳ございません。で、最後ドリシアの配出結果ですね。こちら、ルナティックベイビーコーデですね。こちら初めて、配出されたものですね。本当に嬉しかったです。まだ今回のドリシアはこれ1回しかやってないので嬉しかったですね。こちらホリックトリックです。で、スーパーサイリウム、ドロシーコーデを着たマリーちゃん、こちら本当はまたマリーちゃんだけ、ドロシーコーデを着て、周りはレオナちゃんっていう感じであって、で、本当は5人ショットが欲しかったんですけど、運悪くソロショットでした。でも可愛いのでね、いいですね。はい、というわけで今回の配出結果はこんな感じです。ちょっとね、上が見づらいんですが。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。なんかなまっちゃったねではまた見てください。バイバーイ。